さっきね、深夜徘徊の動画撮ろうと思って、外出たんですけど、結構厚着したつもりだったんですけど、寒すぎてね、速攻家の中帰ってきましたね。今日なんかね、気温いかれてて、急に一桁台になっててね、もうちょっと寒すぎて耐えられなくてね、深夜徘徊やめて、僕は家帰るって感じで家の中帰ってきました。だから今日はね、ちょっと家の中でね、食べろうと思います。キッチンなのは部屋がクソ汚すぎて、この空間がね、一番マシっていうだけの話なんで、気にしないでください。で、今日何話そうかっていうと、VTuber についてね、話そうと思います。VTuber っていうか、バチャブタっていうか、その辺の話ですよね。うちのチャンネルお得意じゃないですか。バチャブタしょっちゅうバカにしてるし。で、それ系のね、バチャブタを揶揄する系の動画を出すと、大体ね、おいいぞいいぞみたいな、もっと VTuber に悪口言ってくれみたいな、VTuber 叩いてくれみたいなコメントがつくんですけど、僕別に VTuber ね、嫌いじゃないんですよ。VTuber にね、親を殺された皆さんみたいに、別に親の敵でも何でもないからさ、普通に何だったら好きだし、VTuber っていうカルチャー。これ過去の発言をね、どれだけ掘り返されても絶対言ってない自信があるんで、断言できるんですけど、俺 VTuber が嫌いなんて言ったことね、過去一度たりともないんですよ。俺が嫌いなのね、バチャブタだから。で、バチャブタの何が嫌いなのって思うかもしれないんですけど、そもそも僕、人に勝手に期待して勝手に失望する層っていうのが、もうマジで大嫌いなんですよ。この世界に、あなたに期待してもいいですかって、いちいちね、許可取ってね、期待する人なんてね、一人もいないと思うんで、みんなのこと大嫌いなんですよね、自分も含めて。とはいえね、俺もね、よくやるんですけどね、この間買った同人音声とか、メスガキ系のやつね、買ったんですけど、お兄ちゃん、雑魚みたいなね、言っててね、いや、そこは違うだろ、みたいな。やっぱメスガキ系だったら、お兄ちゃんじゃなくて、お兄さんだろうっていう、その謎のこだわりが出ちゃって、普通に勝手に期待して買ったのは僕なんですけど、気がついたらね、アンチコメント書いてましたね。こんな感じで醜いじゃないですか。勝手に期待して、勝手に失望して、勝手に攻撃的になるって。バチャブタってさ、もうその究極系みたいなもんだと俺は思ってんのよ。特にガチ恋営業も別にしてないのに、勝手にガチ恋して、勝手にね、過去掘り返されて、彼氏がいたとか、現在進行形彼氏がいるみたいな、恋人バレーみたいなのして、すっげーね、反転アンチみたいなのが生まれて攻撃されてる VTuber とか見ると、いや、本当にね、この業界の視聴者層ってキモいのしかいないんだなーってね、心底思いますね。だってこれさ、クラス単位で考えたらさ、クラスにいる可愛い子にさ、惚れたとしてさ、彼氏がいたっていうの発覚する前まで、いや、めっちゃあの子可愛いわ。マジ付き合いたいんだけどっていう風に言ってたのに、彼氏がいるって分かった瞬間に、いや、やっぱあの女、ビッチだと思ってたんだよね。いや、絶対やりまんでしょ、みたいな。ていうか、別にそんな可愛くないタイプじゃないし、みたいな、言い始める、きしょいやつ、いたじゃないですか。そういうのを感じるんだよね、すごく。とはいえ、VTuber っていうね、キャラクターになりきる仕事してんだから、中の人の事情とかをね、露呈させるなよ、みたいなね、言う人もいると思うんですけど、それ勝手に掘られてさ、勝手にさらされてるだけなんだからさ、もうそれしょうがないっていうかさ、無理じゃん。そんなに絶対さ、何にも起こってほしくないんだったら、おとなしくアニメキャラ好きになればいいんですよ。VTuber なんてさ、生物っていうか、着ぐるみ着てるだけの人間じゃないですか。だから、絶対に掘れば何かしら出てくるんだからさ、もうそういうのは、百も承知の上で付き合っていくっていうのが、やっぱ一番健全だと思うんですよね。で、こういう人たちってさ、VTuber なんだから中の人たち出してくんなよみたいに言う人たちって一定数いるじゃないですか。だけど、都合が悪い時はそう言うんだけどさ、基本的に別にさ、そのキャラクター自体が好きなわけじゃなくて、キャラクターを通して見る中の人が好きっていうのが俺大半だと思うんですよ。だってじゃなきゃその転生とかした時にそのファンってくっついていかないじゃないですか。中の人に興味がないんだったらね。だってもう引退した時点でそのキャラクターの活動は終了してるんだから、キャラが好きっていうんだったら変な感じしますよね。俺とかもさ、昔めっちゃ見てる VTuber がいたんですよ。結構その長いこと配信してる人で、毎配信毎配信追うっていう感じじゃなかったけど、気がついたら見てるみたいな。暇な時は流しておくみたいな VTuber いたんですけど、引退しちゃったんですよ。で、案の定転生するわけですね。だけど、転生先のキャラクターってさ、やっぱ転生する前のキャラクターとはもう完全に別物だし、歴史も違うわけですよ。そのキャラクターで築き上げてきた今までのヒストリーっていうのは、そのキャラクターに引き継がれないわけじゃないですか。だから、全く興味わからなくて、中の人は同じなんですけど、全く見なくなりましたね。だから、真のバチャブタはね、俺だと思ってるよ。お前らはフェイク。フェイクだよ。フェイクアイラシューって言うでしょ。フェイク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 。だから都合のいい時は中の人が同じっていう理由だけで転生してもね、見続けていくっていうね、層が、都合が悪くなると、いや、中の人の事情を出してくるのはそれ違くないっていうね、それはさ、キモいじゃん。一貫性がないというかさ、女みたいじゃん、そんなん。この間まではコーヒーに砂糖2個入れるって言ってたくせに、それを組んでコーヒーにね、砂糖2個入れて、はい、コーヒー、砂糖2個でよかったよねって出してきたら、いや、
私砂糖1本誰と間違えてんのみたいなね、うん、そういうとこがきっしょいんだよな女って。あ、間違えた、あのバーチャルドファンって。だからその一貫性がなくて勝手に期待したくせに勝手に失望してね、勝手に攻撃的になる人たちね、こういうバチャブタマジで大嫌いです。あのそうじゃない人は別にね嫌いじゃないです。あとあれだ、あのプライドが高いねバチャブタね、あれもキモい。いやあの VTuber ファンってやっぱなんかモテるんだよなわらみたいなさ、そういう人たちね、うん、正気かってなるよねまあね、本当にいるんだよねこの界隈にさ、詳しくない人たちはそんな化け物たちがいるのかって思うでしょ。あのいるんですよ、そういう化け物が超量ばっこしてるのがこの界隈なんで、俺含め。あ、でもあれだ、 VTuber っていうカルチャー自体は全然嫌いじゃないんですけど、その箱から卒業するときになんかまるで根性の別れかのような具合でなんかねこううわーってなんかやるくせに、なんか普通にコロッと卒業したらなんかね数ヶ月後、もう 1,2 ヶ月後とかになんか個人転生してるみたいなの見ると、あれなんだったんってなりますね。いやなんかもう一生会えないみたいなノリでやってたけど、何半年とかも経たずに転生すんのっていうのはありますね。そこはねあのちょっとキモいな。しかもこれさ、なんか見送る側も見送られる側もさ、もう本当にもう一生会えないみたいな、もう死別するぐらいの勢いで、なんかこんなに辛くなるんだったら最初からってやらなければよかったのにみたいな、なんかそういう勢いでさやるじゃん。いやでもさ別にさ個人で VTuber として転生するんだったらさ、転生した後も絡めばいいだけじゃん、本当にそのお別れが辛いんだったらね。だけどさ、なんかあれだよね、もう不思議なことにさ、個人に転生した後にあの前の箱の人とコラボする人って全然いないよね、不思議なことにね。なんでなんだろうねあれ。だってさ別にさ箱外の人と普通にコラボとかもしてるわけじゃん、転生した人とは別の人とかとはねコラボしてるわけじゃん。でも絶対できるはずなんだよ、あの契約的に縛られてるとかはないと思うんだよね。別に契約書見たわけじゃないから断言はできないんだけどさ、だってもし縛られてたら他も縛られてなきゃおかしいじゃんね。でも別に全然箱外の人とバリバリコラボとかしてるじゃん。だけどなんか箱から抜け出して個人に転生した人には人とは全然コラボしないんだけど、これってって、はあ、まあそういうことだよね、ビジネスなんだよね。やっぱ VTuber ってクソだわ、大嫌い。